はい、こんにちは、うどんです。今回も画像生成 AI のステーブルディフュージョンネタなんですけど、まあなんかね、もっと簡単にインストールできる方法があるみたいなんで、まずはそれをやってみました。あ、なんかこの前はちょっと難しかったよね。あ、そうなんですよね。まあただ今回のはね、すごい簡単でしたよ。なんかね、学習済みモデルなんかもインポートしたり管理もできたりしてね、まあしかも無料ですからね。あ、そう、じゃあちょっとやってみようかな。まあただ画像生成 AI はね、著作権的にグレーな部分があるらしいんで、まあその辺ちょっと気をつけないとダメかもしれないですね。あ、わかりました。まあなので今回の後半では独自の追加学習モデルを作りまして、まあ個人的にね、撮影させていただいた美人さんたちなんですけど、もうね、あれやこれやいじくり回してやりましたよ。そんなこんなでよろしくのほどを。というわけで今回も AI の続きですね。ステーブルディフュージョン、 AI での画像生成なんですけど、まあ先日はね、こちらの4080スーパーを搭載しているマシンで生成してきたんですけど、今回はね、こちらのちっちゃい方でね、やっていこうと思います。なんかね、すごい簡単にインストールできる方法があるみたいなんですよ。ステイビリティマトリックスっていうのかな、なんかね、それだとね、ほぼワンクリックでインストールできて、しかもなんかね、いろいろパッケージなんかもね、モデルとかローラとかそういったパッケージなんかも結構簡単にインストールできるらしいんですよね。なのでちょっとこちらのミニ PC でそのステイビリティマトリックスをインストールしていきましょうね。優先LANでしょ、 USB でしょ、4060の赤ちゃんグラボに HDMI と電源と。 OK、 じゃあ久しぶりにこれも起動してみましょう。スイッチオン。あ、来た、来ました。クソ、うん、いいね。なんか一応蓋閉めないと完成じゃないよって言われたんですけど、これ、ね、こう一応蓋閉まるんですけどね、見えなくなっちゃうからね、 LCD がね、意味なくなっちゃいますよね。起動しましたね。 OK ですね、大丈夫ですね。じゃあインストールしていきましょう。ステイビリティマトリックスですね、ダウンロード、また GitHub かもしれないですね。 Git のところからダウンロードかな、右の方ですね、このリリースっていうところ、レイテストバージョン、ここですね。ステイビリティマトリックス WinX64ZIP、 これをダウンロードですね。ダウンロード終わりましたね。これをとりあえず解凍して、でこの解凍したフォルダをね、 C ドライブ直下に置いときます。まあこれね、どこでもいいんですけど、ちょっとこの方がね、多分分かりやすいと思うんで。で、これを開くと、ステビリティマトリックス EXE ですね。これをダブルクリックと。まあ、あとはね、あ、そうそう、これね、なんかね、保護がね、働くんで、この詳細情報をクリックして、で、実行ですね。で、ステビリティマトリックスへようこそってなってまして、で、これ今回ね、ポータブルモードにします、これ。で、そうすると、さっきの移動したフォルダにデータっていうフォルダができるんで、まあ、そこにいろいろと入っていくんですね。まあ、これでインストールを続けていきます。で、続きまして UI の選択ですね。あの、なんかステーブルディフュージョン、あれはコマンドツールらしくて、だから別にね、ユーザーインターフェースが必要らしいんですよね。で、先日はこのね、ステーブルディフュージョンの Web UI っていうのを使ってブラウザから操作してたんですよね。で、今回はとりあえずこの Confi UI っていうのを使っていきますね。これはね、なんかあのステーブルマトリックスで完結するようなユーザーインターフェースらしいんですよね。まあとりあえずこれをインストールしていきましょう。で、あとこっちのね、 Web UI Forge っていうのもね、後でちょっとインストールしようかなと思ってます。なんかこっちだとね、使うメモリが少なかったり、あと画像生成の速度が上がったりするらしいんですよ。まあとりあえずこっちを選択しますね。で、推奨モデルなんですけど、まあなんかね、著作権に引っかかりそうな画像もあるんですけどね、ここにね。まあとりあえずこれはちょっとね、一旦スキップしますね。モデルは後で選択しましょう。とりあえずね、 UI だけインストールしていきます。ということで、あの Confi UI がインストール完了しましたね。まあこうやって選択して、 Confi UI を選択してローンチクリックすると、この Confi UI がね、動作するんですね。起動するんですね。で、なんか Web UI でもこう開くんですけど、ちょっとわけわかんないね、インターフェースなんで、ちょっと後で学習しときます。ここですね、このインファレンスとかいうの、ここでね、操作できるらしいんですよね、Confi UI は。まあ、ただ、まだね、モデルを入れてないんでね、生成モデル入れてないんで動作しないんですけど、とりあえず Confi UI はこれで OK ですね。ちょっと一旦ストップしときましょう。ということでね、もう一個ね、パッケージをインストールしておきましょう。ここね、パッケージ。Web UI Forge をね、インストールしましょう。またこれちょっとしばらくインストールかかりそうですね。お？なんか Web UI Forge？ これもう終わったみたいですね。これもさっきのね、Confi UI と同じで、Web UI Forge を選択して、ローンチですね。ちょっと長いですね。2GB がダウンロードしてる。ちょっとモデルをね、ダウンロードしちゃってるみたいですね。これもじゃあしばらく待ちましょう。
お、なんか勝手にステーブルディフュージョンの Web UI が起動しましたね。で、ユーザーインターフェースは前回のやつと同じですね。生成モデルがインストールされたんで、まあ、ちょっとこれをねやってみましょう。まあ、またウーマンでも生成してみますか。適当に。あっ、ダメな、いきなりダメなやつ出ちゃったこれ。なんでそうなんのかね。ちょっと外国人のね女の人ですね。あれだね、ヌードをねネガティブプロンプトに入れとかないとダメですねこれね。あー、ちゃんと来た来た。リアルでちょっとおばさんですねこれね。UI のねやつはね、OK ですね。2つ入りましたね。これね、1個しかね、動作させられないみたいですね。今ね、Web UI Forge がね、動いてるから、選択できませんね。ちょっと止めましょう。で、そうすると選択できて、Confi UI と Stable Diffusion Web UI Forge、2つありますね。あ、一応こっちやっときますか。Confi UI もね、ちょっと広くしよう。これね、モデルを選択して、で、またUMA。で、ちょっとね、脱がれちゃうと困るんでね。ちゃんとネガティブプロンプトをこっちに入れときましょう。で、ここのジェネレートですね。あ、そっか、まだローンチしてなかったんだ。ローンチして、ジェネレート。まあ、これ見た目が違うだけでね、やってることはほぼ一緒なんでね。まあ、こっちの左端もね、項目はほぼ一緒ですね。ちょっと細かいことなんでね、この辺はね、ご自分でググったりしてね、いい感じの絵が出るまでいろいろいじってみたらいいと思います。あれ？起動したのかな？お、来た。怖いな。あれ絵が出てきちゃった、これ。怖い人出てきたな、これ。おっと、なんか絵ですね。ここに残るのいいですね。で、あとね、こっちのコンフィ UI の場合は、なんかね、プロジェクトっていう形で残せるみたいなんですよね。で、これをね、プロジェクトを保存するみたいなね、名前をつけて保存しとくみたいなのができるから、いちいちね、毎回プロンプトを入力しなくていいみたいな感じらしいんですよね。まあ、とりあえずこんな感じですね。で、続きまして生成モデルですね。まあ、このチェックポイント、ここからね、今インストールされているモデルを見ることができるんですね。で、今1個ね、Web Forge をね、インストールした時に自動的に入ってきたやつが1つだけ入ってますね。で、ここに例えば、まあ、以前ダウンロードした生成モデルのファイルがあるんですけど、Safe Tensors っていう拡張子のファイルですね。これをね、なんかドラッグ&ドロップするとね、インストールできるんですよね。こうやって。うん、2個になりましたね。XXMix9 リアルなんとか。これもちょっとインポート。で、あとなんか曇りマークあるんですけど、ここに。右クリックでなんかメタデータっていうのをね、読み込めるやつがあるんですよね。で、読み込んじゃいましょう、これはね。多分バージョンアップとかがあったらね、この辺でなんかバージョンアップしてくれるんだと思うんですよ。3つありますね。で、このね、ピクセルアートディフュージョン XL。これ結構面白いんですよ。コンフィ UI でちょっとやってみましょうか。ピクセルアートね。ちょっとね、プロンプトにね、ピクセルアートと16ビットとかね、32ビットって入れるんですね。で、まあ、またウーマンでも生成しておきましょう。まあ、脱がないようにネガティブと。ね。で、ジェネレート。ほら、ちょっとファミコンっぽいやつがね、ファミコンとかね、スーファミぐらいのね、絵が出てくるんですよね。めちゃくちゃおもろい、これ。すごい使えますよ。で、もうちょっとね、解像度を高くする場合はね、幅とかをね、増やせばね、解像度が増えるみたいですよ。と、ジェネレートしてみましょう。おぉ、ちょっとだけリアルになってきた、これ。ね。もう二次元のね、なんか作るの楽しくなりそうですね、これね。ちょっと富士山でも描いてみましょうか。富士山ね。ジェネレート？おぉ、富士山、急に出てきた、これ。おぉ、いいね、いいね、いい富士山。よし、UDN テクノロジーズ。テクノロジーズ。ビルディングね。本社ビルをね、また描いてみましょう。おっと、謎のモンスターが出てきてんだけど、ビルドだからか。間違えたな、これ。ビルディングか。本社ビル。ああ、来ましたね。あれなんかしょぼいな。あんまりハイテク感のない本社ビルになりましたね。まあまあまあ、こんな感じでね、このピクセルアートディフュージョン XL 面白いですよ。で、あとはさっきの XXMix なんとかね。これはね、アジア系の女の人がね、結構綺麗になるんじゃないかな。ウーマン、ジャパニーズでも入れときましょう。ジェネレイト。おう。あ、まだ絵だな。あれ絵だな。あ、そっか。16ビット。ピクセルアート入れちゃってるわ、これ。あとね、ハイレゾか。ハイレゾも入れないとね、綺麗になんないですね。うん。ジェネレイト。ちょっとずつなんかね、綺麗になってくるんですよね。長いな。やっぱね、先日の4080スーパーよりかは、この今使ってる4060は、ちょっと遅いですね、生成がね。長い。あー、うん。日本人。ちょっと断蜜寄りって感じ。美人ですね。ちょっとでも、綺麗すぎるかな。絵がね。
あとモデルはね、あのドラッグ&ドロップだけじゃなくて、このモデルブラウザーからもね、あのインストールできるんですね。でね、これいかがわしいのとかね、なんかアニメ系とかが多くて、まあ、ほぼねノーイメージズファウンドになっちゃうんですよね。表示されないんですよね、これ全部ね。だからね、この NSFW コンテンツを表示っていうのにすると表示されるようになるんですね。大丈夫？著作権とか大丈夫ですかね、これね。ちょっと画風とかはね、もうよく見るようなアニメの絵とかが多いからね、どうなんでしょうっていう、ちょっとグレーな気がするんですけどね。で、あとね、結構あのエロいのがいっぱい出てくるんでね、危ないこれちょっとね、モザイク必要ですこれ、ね、下に行けば行くほどちょっとね、やばいやつ出てくるんで。で、こっからね、ダウンロードすることもできるんですよ。まあ、ただね、あの、なんだろう、シビット AI とかいうね、アカウントが必要らしいんですけどね。まあ、それを取得してダウンロードできるようになります。で、あとこのハギングフェイス、上の方の。ここでね、デフォの生成モデルみたいのをダウンロードできるんですよね。ベースのやつをね、ステーブルディフュージョン 1.5 のやつと、ステーブルディフュージョン XL ベースとかやつをちょっとインストールしておきましょう。なんか学習モデルにもなんか高品質なやつと低品質なやつがあって、なんか XL が付いてるやつはね、高品質らしいんですね。これは SD、ちょっと低品質みたいな。あとはちょっとよくわかんないんでね、まだ。まあ、とりあえずこの2つでもインストールしておきましょう。インポートですね、左側のね。ということで、なんかベースモデルも全部インストールされましたね。ちょっとだいぶ増えちゃってね、あの学習モデルが6個ぐらいになってますけど。で、このベースモデルはね、あのローラっていう、なんか追加のね、ちょっと小さめの学習モデルのベースになる学習モデルらしいんですよね。まあ、ちょっとね、それも後ほど作ろうかなと思ってます。ということで、まあ、ここでもね、選べるようになってますね。たくさんね、モデルをね、6個。ベースモデルでこのまま作ると、あ、もう、浮世絵みたいのが出てきましたね。ジャパニーズだから。ちょっとポップになりましたね、最後。まあ、あとね、このアウトプットブラウザでね、あの、出力したやつを全部見れますね。一覧でね。簡単に削除とかもできるんでね。まあ、だいたいインストールとね、使い方はこんな感じですね。だからね、ほぼこのステイビリティマトリックスで全部完結するっていう、非常に使い勝手がいいですよね。まあ、こんなところですね。ということで、続きましてローラですね。で、ローラっていうのは、まあ、小さなね、追加の学習モデルで、まあ、特定の人とか特定の服とか、なんかそういう小さい参照モデルっていうかね、学習モデルなんですね。で、まあこれもね、あのモデルブラウザからこうモデルタイプローラって選べばいっぱい出てくるんですけど、これもね、下の方に行くとね、ちょっとね、危ないやつがいっぱいあるんでね。で、あとね、著作権なんかもね、ちょっと無視してるようなのもいっぱいあるんで、その辺気をつけた方がいいですね。まあ、ただ自分だけでね、あの作って誰にも見せないんだったら全く問題はないと思うんでね。まああとこうやってね、なんていうか引用程度にこう出してる、表示させてる程度だったら多分大丈夫だと思うんですよ。で、今回はこちらのね、あの既製のローラーを使うんじゃなくて、あの自分でちょっとね、学習させたローラーがあるんですけど、美人モデルさんを3人ぐらいね、許可をね、いただいたんでね、いろいろといじっていきましょうっていうことですね。でね、ローラーの作り方はね、ちょっと難しいんで今回は割愛します。まあ大雑把に言うと、その特定の人が写ってる画像を何枚か集めて、で、そこに何が写ってるかね、何を学習させて何を学習させないかみたいなことをやって、ローラーが出来上がるんですね。で、ローラの使い方なんですけど、まあ、ここにね、3つそれぞれちょっと作ってみたんですね、ローラをね。美女3名をここにドロップします。ローラがね、入りましたね。これでもう使える状態になってます。今回はね、あの、WebUI Forge の方でちょっとやっていきますね。なんか、Confy UI でやったら、あんまりうまくいかなかったんですよね。んで、モデルは結構何でもいいっぽいんですよね。まあ、とりあえずベースのやつでやってみましょう。で、インストールしたやつはね、あの Web UI だとここに出てくるんですよね。で、これをね、クリックすると、こうなんか山括弧のやつが出てくるんですね、こうやって。で、これがまあ一番左にローラって書いてあって、で、セミコロン、ちょんちょんのやつがあって、で、真ん中が自分で名付けたローラの名前なんですね。で、さらにちょんちょんが来て、数字があるんですけど、この数字はこのローラをどれだけ適用させるかみたいな数字で、0から2ぐらいだと思うんですね。もしかしたら2よりも上もあるかもしれないんですけど、1がバチッとくる感じで、2ぐらいになると余計に加えられちゃって、特徴がすごく強く出ちゃうみたいな感じなんですよね。とね、学習させているデータはね、この10枚ぐらいの画像なんですね。美人ですね、これね、もう。あー、かわいい。まあ、いろいろね、パターンがいろいろあって。あんまり同じようなね、パターンはダメらしいですね。まあ、背景が違うとか、まあ、表情とか角度が違う方がいいみたいです。
まあ、とりあえずこのね10枚ぐらいしかねあの読み込ませてないんですけど、結構似るんですよね。ちょっとやってみましょう。ちなみに今ね RTX4080 のマシンでやってます。やっぱ4060はちょっと遅いんでね。じゃあちょっとジェネレート、あ、ほら出てきた、あ、出ましたね。まあ結構似てますね。似てるんじゃないですかねこれね、うん、ちょっと もう一個やってみましょう。うん、まあ似てるっちゃ似てるって感じですねこれはね。だからこれガチャしていかなきゃいけないんですよね、こうやって何回もね。その中ですごい似てるやつがね時々出てくるんですよ。まあ、似てるっちゃ似てる。でこれをねあのピクセルアートやるとね結構面白いんですよ。ジェネレート、うん、結構特徴ちょっと出てきたかな。でもちょっと弱いですね。まあぽいけどちょっと弱いんで、このねあのさっきの数字ですね、これをウェイトをちょっと上げていきましょう。 1.5 に、ほら結構似てそう。あーちょっとなんかぺちゃんこになっちゃったわ、うん、まあでもだいぶ特徴は出てますよねこれね。なんかあれですね、ネガティブワードをちょっと追加してみたらめちゃくちゃ似ました。なんかすごい似てる。なんかよくわかんないけどこれを入れとくといい感じに似る。ちょっと他の方もやってみましょう。ということでね、お次の美人さんですねこちら、うん、すごい美人さんでね、で、16枚ですね全部でね。まあこちらもバリエーション結構あるんでどうなるでしょうっていうところですね。で同じようにちょっとさっきのねネガティブプロンプトも入れて、でここのローラですね、ローラをねこちらの美人さんのローラにすると、これでジェネレート。あ、似てる。あ、すごい似てるけど目が怖い。このぼやけた時に似てますね。ちょっと目がちっちゃくなっちゃったな。他の学習モデルにしましょう。ミックス9？ これにしてみよう。あー、似てるんだけど、ちょっと変わっちゃいますね、やっぱね。あ、似てるな、これ。こんな感じ。似てるっちゃ似てるんですよね、すごくね。だから枚数増えてもね、別に似るってわけではないんですよね。なんかね、あとね、解析回数みたいな、学習回数みたいなのも増やした方が似るわけではないですね。少なくても似るし、なんか増やしても似なかったりして、結構難しい。よくわかんない。これも似てるっちゃ似てる。ちょっとピクセルアートにしてみましょう。あー、特徴捉えてますね。もうちょっとやっぱピクセルアートの場合はね、あのウェイトをね、上げた方がいいですね、これね。もうちょっと低い方がいいか。あー、ピクセル感が薄い。けどすごい似てる。で続きましてこちらの美人さんですね。もう着物がねすごくね素敵で、うわ可愛い。でこれ30枚ぐらいね、30数枚ぐらいあの用意したんですけど、1種類なんですね。1種類っていうか1つの撮影の写真しかないんで、あんまりパターンがないんですよね。まあ、だからちょっと増やしてみたんですけどどうなるんでしょう。でまた同じようにローラを変えてと、まず変えて、まあ、まずは普通のベースのやつでジェネレート。ちょっと同じ撮影のワンパターンの撮影しかないんで、着物がね一緒に紐ついちゃってるんですよねこれね。多分ずっと同じ着物で出てきますね。うん、やっぱり同じですね着物がね。似てるような似てないような、ちょっとモデルを変えてみましょう。ミックス9、だいぶ顔変わっちゃいますねこれね。ちょっと変わりすぎかこれ、うん、ミックス9はもう学習モデルの方にかなり寄っちゃいますね。雰囲気はあるんですけどね、すごい。まあ、似てるっちゃ似てるか。ちょっとピクセルアートもね、やってみましょう。ピクセルアート。ピクセルアートをジェネレート。あ、ピクセルアートはすごい似ますね、これ。あ、でもちょっとピクセル感が薄れちゃってるけど。あ、すごい似てる。あ、これめちゃくちゃ似てますね、これね。この感じ。あ、この絵にすごい似てんのか。まあこんな感じですね、ローラはね。結構似るんですよね、だから。まあだから悪用もできちゃうからね、ちょっと怖いですよね。まああとね、まあ私はエロガッパなんでね、ひっそり何してるかわかんないしね。まああとね、著作権なんかはね、あの結構グレーな部分が多いと思うんで、その辺注意しながらね、遊んでみたらいいと思いますね。まあそんなとこでしょうか。というわけで今回は画像生成 AI のステーブルディフュージョン、まあこれをね簡単にインストールできるっていうステービリティマトリックスを使ってきたんですけど、まあ単純に言えばあの管理ソフトって感じですね。であとローラなんかでね、あの人の顔とかをうまいこと画像生成できたりね、あとドット絵みたいのをね作ったりと、結構面白い使い方ができますね。であと今度はねグラボの性能比較みたいな AI での性能比較とかね、あとインターフェースでの性能の比較とかね、その辺やっていきたいんですよね。まあ今回はこんなところですね。まあなのでお酒でも飲んじゃいましょうか。宝焼酎 25% なんか
容器が昔のローションみたいな感じになってるけど、この透明感とかね。ね、じゃあ乾杯。うわあ。やっぱこの容器ダメダメじゃないけどさ、寂しいね。寂しいついでにもう塩しかないんだけど、うちにつまみは塩しかないです。ああ、しみる。おい、じゃあまた。